はいどうも、ジルマンです。今回は株式会社ソータさんから発売された1分の1鬼玉おやもり&アルマジロトカゲのコンプ&レビューです。こちら原型監修をカニムシ修造さんって方がやってらして、もうね、発売情報が出た時からすんごいリアルで超期待したんですよ。なので早速開封して見ていきます。今回はね、あのカプセルごとに中身が違うとかではないんで一気に開封します。ということで開けてきました。このガチャは全4種なのでこれで全部です。こんな風にね、アイボリーっていうね、実際には存在しないっていう色が2体、あとはフルカラーが2体ですね。それぞれ鬼玉おやもりとアルマジロトカゲです。それではこれらをサクッと組んできます。はい、ということで組んできました。いやね、このアルマジロトカゲを組むときにね、トゲトゲしてるから指先が痛かったんですよね。さて、それではそれぞれを見ていきましょう。まずはやはり今回の目玉とも言うべき鬼玉おやもり。いやもうこうやって手に乗せたらね、完全に僕生き物系 YouTuber ですよ。いやそれぐらい本当によくできてます。もうね、この瞳とかもね、細かいんですよ、塗装が。この本体の模様とか、ほらこういう部分全部ね、しっかりと塗られてます。裏側もほらめちゃくちゃリアルですよね。しかもこれ、このね、このなんていうの、首の筋って言いますか、そういうところの質感がめっちゃくちゃいいんですよね。すっごいリアルです。でですね、こちら口の部分は差し替え式で閉じれます。まあ、この時点でお気づきだと思うんですけど、そうなんですよね、こちらはもう一切の可動はありません。足もこんな風に決まったジョイントで、可動は全くないですね。全ての足も全部そうです。完全に動かないようになってます。尻尾もね、一切可動はありません。続いて鬼玉おやもりアイボリー。このね、アルビノ種みたいな白い鬼玉おやもりですが、こちらは先ほども言った通り実在はしません。塗装されているのは口の中と瞳のみです。他はね、裏面とかも一切の塗装がないです。なのでこれはペイントモデルとも言えますね。特に可動もないから気兼ねなくね、こう一回分解して綺麗に自分の思うように塗装してで飾ってあげる、そんな感じですね。続いてアルマジロトカゲ、こちらもね、このわかりますかね、この鎧部分の傷いってる感じとかね、すっごいリアルに塗られてます。ただね、僕これ僕だけだったら申し訳ないんですけど、これ目がなんかちょっとね、思わず言葉濁しちゃいましたけど、この目はいかがなものなのかなってところが正直思いました。多分これが映るギリギリのアップだと思うんですけど、いやー、なんかこのアニメの目みたいなね、ちょっとこれはリアリティに欠けてしまうんじゃないかなって感じちゃいましたね。他はほんとね、造形とかもちろんバッチリですんごいんですけど、あとね、この首のね、首じゃねえ、顎って言いますかね、この顎、一回これ外しますね。ここですね、この顎の下、こういうところとかもすんごいよくできているんですよ。ただ目がね、アニメのキャラみたいな印象が拭えないんですよね。他の箇所がね、圧倒的クオリティなだけにここすんごい浮いて見えるんですよ。これ本当僕個人の感想なんで、そうじゃないって方は本当に申し訳ないです。続いてアルマジロトカゲアイボリーカラー、こちらも先ほどのアイボリーカラーと同じで実在する色ではありません。まあ、これもいわゆるペイントモデルですね。こちらも塗装されているのは口の中と瞳だけ。先ほどよりはね、なんかそうでもないんですけど、やっぱり僕は違和感感じちゃいますね。ちなみにこのアルマジロトカゲもこちらのポーズで固定なんですけど、
こうやってね、飾る際にはしっかりとこのポーズのまま飾れます。でですね、アルマジロトカゲといえば、ちょっと前にバンダイさんからガシャポンで出てるわけですけども、そちらとも比較してみようと思います。はい、右側がバンダイの、左側が今回のですね。サイズ的にはね、このバンダイのやつがちょっと尻尾をね、加え込みきれてないんで、もうちょっと加え込んだらやっぱほぼ同じですね。このアルマジロトカゲの全長が20センチほどなんで、だいたいこのバンダイのやつを広げたらそれくらいになるので、1分の1の看板に偽りはなしですね。そして僕が気になってる瞳なんですけども、これはバンダイに分がありますね。やっぱ僕はこの今回のやつの瞳にすごく違和感を覚えちゃいます。ただまあ目以外はね、ぬか堂の彩色済みモデルって考えたらめっちゃくちゃよくできてるなと思います。まああとはね、同じアルマジロトカゲではないんですけども、このね、鬼玉親森で考えると、こちらに関してはね、瞳にも全然ね負けてないぐらいすごいよくできてます。ほんとあとは稼働するかしないかの好みとかもありますけど、これは本当に力入ってるなと思いますね。その分本当アルマジロトカゲどうしたって気になっちゃう人もいるんじゃないかなって。まあとは言いつつもね、やはり実在する生き物を塗装で表現するってすごく難しいんですよね。僕も動画にはしてないんですけど、過去のガチャガチャをリアルな生き物のようにリペイントするのやってるんで、その苦労はすごくわかるんですよ。例えばこちら、水辺の生き物かなんかのガチャだったと思うんですけど、それのアメリカザリガニなんですよね。やっぱりガチャのやつだと本当にね、成型色まんまかみたいなぐらいさっぱりした色合いだったんですが、こうやってね、塗ってみたもののね、こうやって見ると結構本物っぽく見えるじゃないですか。やっぱ実物見ると違うんですよね。あとはこちらですね。これもなんだっけな、昆虫系のガチャガチャのやつで、トノサマバッタも塗ったんですけど、いざね、その自然草むらとかに置いてみると、全然違ってましたね。これは本当に難しいなと思います。まあなのでね、アルマジロトカゲくんの目はちょっと気になりますけど、サムネイルを見ていただいたらわかると思いますが、このね、鬼玉親森なんかに関しては、めちゃくちゃリアルですよ。で、そのリアリティのある造形物を、500円のガチャで出してくれるっていうのはすごいありがたいなと思います。まあ、そう考えると今回はアクション性のあるフィギュアっていうもんじゃなくて、500円で買える剥製っていう感じですよね。でしかも剥製にするために生き物を殺してないんですから、最高ですよね。その生き物の姿や形、生態の一部なんかが500円でこうやってしっかりと残せるって考えたら、これはね、今後ともぜひ出してほしいなと思います。特に絶滅危惧種なんかは、ぜひとも形にしてほしいですね。ということで今回は、株式会社ソータさんから発売された、原型監修、カニムシ修造さんの、1分の1、鬼玉親森&アルマジロトカゲのコンプ&レビューでした。今回もこの後、全種類しっかりお見せするので、最後までご覧ください。いやー、造形すごかったね。アイボリーカラーを塗ってみるのも楽しそうだねって思う方も、そうでない方も、よければ、高評価とチャンネル登録をしていただけるとすごく励みになります。 Twitter のフォローも動画概要欄からぜひ。それでは今回もご視聴ありがとうございました。バイバーイ。